トリシティズはアメリカ合衆国ワシントン州の南東部に位置し、ケニウィック、パスコ、リッチランドという隣接する3市を中心とする都市圏である。焼きマ川、スネーク川及びコロンビア川が合流する位置にあり、ワシントン州ではアカンソ草気候地帯に入っている。4つ目の都市として、ウェストリッチランドもこの都市圏に含まれる。各都市は互いに隣接し、 また川にも接しているので、全体で一つの中規模都市の様相がある。この都市圏、の人口は2010年国勢調査で253,540人であり、州内ではシアトル、スポケーン、及びポートランド各都市圏に次いで第4位である。パスコにあるトリシティズ空港では商業便と一般用途便の利用が可能である。パスコは、 フランクリン郡の郡庁所在地であり、他の都市はベントン郡に入っている。2010年、キップリンガーが家族を養いたい場所充血に取シ引ィ図を挙げ、CNN のマネー氏は、取シ引ィ図が2000年代初期より比較的安定した経済状態にあることで、住宅価格の利得につながる場所充血の一つに挙げた。取シ引ィ図の中で、 パスコが最初に1891年に法人化され、続いて1904年にケニウィック、1910年にリッチランドが姿勢を敷いた。ウェストリッチランドは、ハンフォードサイトができた後、政府が所有する家を借りるよりも、自分たちの家を持ちたいと願った、リッチランドに飽きたらない市民が設立した。リッチランドはこの町を併合しようとしたが、 別の町として泊まり、1955年に市政を敷いた。パスコは鉄道の駅があることが大きく、取引図の中では最大の都市だった。考えが容易で農業に適した用地があったことで、リッチランドの近くにハンフォードサイトができるまでは最大であり続けた。初期の時代は農業があらゆる産業分野の中でも基盤だった。今日でも農業は特にパスコで、 大きな位置を占めている。1943年にハンフォードサイトができると、リッチランドがにわかに最大の都市になった。リッチランドのコロンビア高校はそのマスコットとして、ボマーズを採用した。1970年、打ち続く人口流入への対応として、隣のケニウィック市に、神谷ン高校が設立された。経済は成長を続けたが、問題がないわけではなかった。 連邦政府がハンフォードサイトの予算を削減する、旅ごとに数多い才能があり、資質のある人々が職を失い、他の仕事を求めて去っていった。この時代、別の雇用主がゆるりと地域内に入ってはきたが、不況の時は首切りを強いられることも多かった。1970年代、ケニウィックが人口でリッチランドを抜いて最大都市となり、それ以来その地位を譲っていない。 ケニウィックに新しく併合された土地に、コロンビアセンターモールが建設され、ケニウィック西部とリッチランド南部の成長が始まった。太平洋岸北西部国立研究所の環境分子科学研究所、リッチランドでは、最大の国立研究施設1984年に、週刊高速道路182号線橋が完成し、パスコ市に行きやすくなり、その成長を促すことになった。 冷戦時代の終焉とともに地域の人々はハンフォードサイトが閉鎖されて取シ引ィ図が急速にゴーストタウンになることを恐れた。アメリカ合衆国エネルギー省がこの施設の目的を核兵器の開発から放射性、廃棄物の効果的封印と処理に変えてからその恐れは小さくなった。1990年代、いくつかの大手企業が地域に入ってきて、 ハンフォードサイトとは異なる経済分野への多様化を促進した。1995年、ケニウィック市南部に6番目の公立高校であるサウスリッジ高校が開校した。2000年代はハンフォードサイトが浄化のために多くの労働者を雇用したので急速な成長が続いた。さらに北西部の様々な地域から多くの退職者の流入があった。この期間、 全国的な住宅ブームもあり、3都市ともに繁栄して、かなりの成長を見た。パスコは、人口成長率と増加数の双方で、州内で最も成長速度の高い都市となった。2005年、アメリカ合衆国国成調作局は、パスコの人口がハンフォードサイトができて、以来初めて、リッチランドを超えたと報告した。2000年代後半の経済不況にもかかわらず、 ハンフォードサイトに資金と職を確保し、浄化を続けさせる2009年アメリカ再生、再藤司法のおかげもあって、取引図は着実な成長と安定した経済環境を維持し続けている。取引図はステップ機構にあり、年平均7インチないし8インチの降水量がある。血抜く風の起こる時には、風速が30マイル、地を超えることが多い。主に4月から10月の間は、 晴れる日が多く、年間平均では225日の晴れた日がある。気温は、冬季の低、歌二25度から、夏季の下詞110度まで変化する。過去最高気温は2006年7月の下詞115度である。通常、年は時として、雪が降るが、50インチほどである。ステップ気候で、砂地が多いために、風に運ばれる砂ぼこりが、住民の悩みの種になっている。 川があるので考えは安価にできる。ワシントン州は大陸48州の中では北西の外れにあるので太平洋標準時を適用している。トリシティズはワシントン州の南東周半部では最大の都市圏を構成している。西にある大きなカスケード山脈の雨影となって赤ん草気候を作っており、雨の多い州西部よりもかなり乾燥している。 生態系としては、低木ステップになる。ここには18種の絶滅危惧植物が生育している。リッチランドのすぐ西にフィッツナーエバーハート間装置、生態系保護区があり、特徴ある植物や動物の研究が行われている。州内では、最大の低木ステップ生態系となっている。トリシティズの高等教育機関としては次のものがある。2005年。 ワシントン州はリッチランドにあるワシントン州立大学の分校2年生から4年生に転換することを承認した。2007年秋に初めて学部生を受け入れた。幅広い教育プログラムを提供しており、近くに太平洋岸北西部国立研究所やハンフォード、サイトがあるのでバイオテクノロジー、コンピュータ科学及び工学に力を入れている。この大学では かなりの数の質の高い共有を獲得し、英語学、歴史学その他教養学を含め幅広い専攻を提供することを始めている。コロンビアベースンカレッジは、トリシティズとコロンビアベースンの真っタワが、東側の古く貧しい部分と区別するために、分離独立を検討している。これらの検討は統合と、トリシティズという名前に関して、複雑さを増している。 トリシティズ地域で現在行われている議論の一つは小さな町の感覚を維持するか、成長を志向してより大きな都市圏となるかということである。この議論の中で最も大きな部分は、周辺のホースヘイブンヒルズを住宅地域に細分化するか、あるいはそのまま単独で残すかということである。中年あるいは後年の世代の多くはこの丘の自然美を維持したいと考えているが、 すでに住宅がこの丘を覆い始めている。トリシティズの都市圏には25万人以上の人口がある。以下の都市名の後の数字は2010年国勢調査による人口である。ありがとうございます。